左上から、ニーダーザクセン州、ザクセンアンハルト州、ザクセン州、ザクセンの旗。1815年に、ザクセン王国の旗となり、現在は、ザクセン州の旗である。ザクセンは、ドイツの地域名。現在は単に、ザクセンといえば、ザクセン州を指すことが多い。しかし、州名に、ザクセンを含む州は他にザクセンアンハルト州、ニーダーザクセン州がある。 ザクセンの範囲は歴史的に大きく変動しており、現在のザクセンアンハルト州やニーダーザクセン州、チューリンゲン州にまで及んだ時期もあった。古代、ユトランド半島南部のホルシュタインのあたりにザクセン人が住んでいた。5世紀、このザクセン人のうち一部がユトランド半島の住都人、アングル人と共にイングランドへ上陸した。グレートブリテン島の彼らは一つに、 時計アイアングロサクソン人と呼ばれるようになる。一方、大陸に残ったザクセン人は9世紀のフライク王国分割の頃までにフランク王国の支配下に入ってザクセン部族公領,領を作り上げた。これがザクセンの地名のルーツとなる。ザクセン部族公領は当初、現在のニーダーザクセン州の大部分からホルシュタインにかけてを領有していたが、 東方植民の家庭で領土を大きく広げ、現在のザクセン・アンハルト州、ザクセン州にまで至った。1485年に、ザクセン公国は、西のザクセン・ラウエンブルクと東のザクセン・ヴィッテンベルクに分裂した。おおよそ、前者は、ニーダー・ザクセン州、後者は、ザクセン・アンハルト州とザクセン州に相当する。ザクセン・ラウエンブルクは、 さらにいくつかの少量法に分裂し、拡大しつつある、プロイセン王国に吸収されたり、衛星国になったりした。一方、ザクセン・ビッテンベルクは繁栄した。これ以後、単に、ザクセンといえば、ザクセン・ビッテンベルクを意味するようになり、ザクセン・ラウエンブルクは、ニーダー・ザクセンと呼ぶようになった。1806年、ナポレオンにより、ザクセン公国は、 ライン同盟の一員のザクセン王国となった。フランス帝国崩壊後、1815年のウィーン会議により、ザクセン王国の北半分はプロイセン王国に割上され、ザクセン圏となった。おおよそ、ザクセン圏は、ザクセン・アンハルト州、ザクセン王国に残った領土は、ザクセン州に相当する。1918年のドイツ革命後のバイマル共和制下では、 ザクセン県はプロイセン自由州のザクセン県、ザクセン王国はザクセン州となった。1944年、ザクセン県はマクデブルク県とハレメルゼブルク県に分割されたが、ソ連占領時代の1945年、両県と、かつてアンハルト公国だったアンハルト自由州などを統合し、ザクセン県が生まれ、その年のうちにザクセンアンハルト県、 1947年にザクセンアンハルト州と名前を変えた。一方イギリス占領地では1946年にいくつかの小さな州や共和国を統合しニーダーザクセン州が生まれた。東ドイツ時代の1952年には東ドイツでは州が廃止され5州が14県に再編されたが東西ドイツ統一直前の1990年。 ほぼ同じ領域の州が復活した。ありがとうございます。